2012年撮影。第2代アンケスティーバン公爵ペレグリン・バーティーは、イギリスの貴族、政治家。1686年から1704年まで、ペレグリン・バーティー閣下。1704年から1715年まで、ウィロビーでスビー卿。1715年から1723年まで、リンジー公爵の儀礼称号を使用した。 ウィロビーでスビー卿ロバート・バーティーとメアリー・ウィーンの次男として1686年4月29日に生まれた。1708年、リンカンシャー選挙区で当選して庶民院議員になり、父が保育党に転じたものの自身はトーリー島に泊まった。以降1710年イギリス総選挙と1713年イギリス総選挙でも再選を果たしたが、1715年、 イギリス総選挙では出馬しなかった。同七7 1 5年3月16日、繰り上げ直所により父から、ウィロビーでルスビー男爵を継承して、貴族院議員になった。1719年から1727年まで、ジョージ一世の進出自重を務め、1723年には、父の死去に伴いアンケスティーバン公爵の爵位と、 林間社当官と式部教の職を継承した。同時に、エレスビーとグリムス・ソープ城の領地も継承した。1728年から1742年に死去するまで、ランカスター公領の時代収入役を務め、1734年から1742年に死去するまで、北トレント巡回裁判官を務めた。1739年に創設された。 ステゴ養育院の初代総裁の一人でもあった。1742年1月1日に死去、長男ペレグリンが借位を継承した。1711年6月、第三代順団借サージョン・ブラウンローの娘ジェーンと結婚、三男四女を設けた。ありがとうございます。